こんな感じです。はい、アキラです。いや、なんかね、毎週この辺来てるね。今日天気良かったんでね、思わず来ちゃったんですけども、なんかね、いろいろ調べてみるとね、もみじの木って赤くなるのがね、結構12月末ぐらいまで見れるみたいなんだね。まあ、今年は特にね、遅かったから、紅葉が遅かったから、まあほとんど12月いっぱい見れるんじゃないかね。これ鈴鹿山脈の、宮妻峡っていう方でですね、ちょっとね、また今日もまた宮妻峡の水沢もみじ谷っていうところにね、ちょっと行って、本当にもみじが全開だったらちょっとその谷を歩いてみたいと思います。そうだね、今まで あんまりもみじとかって興味なかったからね、いつ頃まで見れるかとかっていうのはあんまり本気で調べたことなかったんだけども、まあ、この辺の平地だとやっぱりね、12月中も見れるっていうことみたいですね。この奥が宮妻峡ですね。結構キャンプ場とかね、ハイキングコースとか登山道だとかね、があるんですね。この下が、宮妻峡ですね。宮妻峡じゃないか、この下がもみじ谷ですね。ああ、やっぱいい感じに紅葉してますね。まあ、ちょっとここを歩いていきましょう。もみじ谷ですね。やっとね、もみじ谷が本気出したところ見えますね。もうだいぶ、でもこの辺は葉っぱが落ちてきたかな。かぶせ茶っていう、かぶせ茶っていうのは名産品なのかな。こういう感じですね。これ下から来た方が逆光にならなくていいかな。あ、ここから行けるのかな。もみじ谷です。なんか今年はなんかあんまり赤くはなんないんだね。ちょっと茶色っぽくなってますね。なんか道路を作るんで護岸になっちゃってるんじゃないかな。
見ると風情がありますね。どっちかっていうともう紅葉はもう終わりだね。今年はなんかダメだね。本当は一面にああいう赤い色になるはずなんでしょうね、きっと。みんなこの辺撮ってる。この辺が一番赤いのかな。まあ今日は天気いいね。はい、以上水沢の、もみじ谷でした。こんな感じです。